よし、やるか。そうそう、魔法の鍵手に入れて、なんかどこだったか、どこだったか行けって言われて、その前にこの近辺に心当たりがあって、それがどこだか思い出せない。ここ、お、ここだ。大したもんじゃねえんだろうな。何ですか、何が出るんですか。銀の使い方、はあ、大したことないっすね。いや、わかんないけど、銀のなんちゃらが実はむちゃくちゃ強い可能性もあるけど、その価値がわからん三四郎にはただの紙切れであった。じいさんに聞いて、どこだっつった。ネルセンの宿屋の近くにあるバンデルフォン王国跡。あ、いや、3つぐらい言ったのか今もしかして。それは知らん。ちょ待てよ、地図でなんかないか。でかい、いや広い。違う違う違う。あ、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 ダメだ。クソ、せっかく地図にマーキングしておけば後で迷わないと思ったのにな。もう忘れたぞ。とりあえず覚えてるとこ行こうか。何この星。なあ、そう、ソルティコの 町にあったんだよな。ここでサイレントヒルだなんだって騒いでた記憶がある。あった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 、ここだ。ここの人たちはどうしてんのこれ。ここ開けらんないのにさ、何にこの部屋使ってたんだよ。キラーピアス、キラーピアス、もしかして強いんですか。あー、2回攻撃できるやつね。神、あ、神いけんだ。え、神しかいけない。シルビア、いやでも神はブーメランで遊んでてほしいんだよな。じゃあシルビアか。マルティナいけると思ったのにな。これ探検なのか。確かにな、せっかくシルビア片手剣にしようと思ったのに。あ、オーブ6個だっけ。もう4個ぐらい持ってない。もう割とオーブ集め終わってんのか。じゃあとりあえずローに話を聞かないと。バンデルフォン王国跡、バンデルフォン王国跡、王国跡、バンデルフォンって滅びたんだっけ、忘れたわ。
違う違う、さっきから迷いまくってる。バンダルフォン。あった？今日ロード長いな。パソコン調子悪いか？あれ？こんなとこに来てしまったか。さてどこだ。あー、はい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 、確かになんかあったな。え、おお、あれ、そんな機能あったっけ。最近発揮したそれ。あれ、これ違くない？これ違くない？なんだよ、ロー。マジでなんだよ、ロー、あいつ。どういうつもりで言ったんだよ。ロー、ただのジジイかと思ったら、ただのジジイだったな。こっちか。こっちだ。オーブ入ってました。またレシピブック、そういう感じなの。まあ、要するになくてもいいものしか手に入らないんだろうな、基本的には。ああ、何、重要物じゃねえか。え、そんな感じでいいの？オーブの回収って。すごい雑じゃない？もっとドラマティックな感じじゃなくていいのかよ。開けました。ありました。みたいなの多すぎるだろ。え、これオーブ結構持ってない？ちょ、整理整理。1、2、3、4、5。お！あと1個だ。それ白の入り江の北の方とかって言ってたな。もう楽勝じゃん。新天地向かおう。新天地、あの星、マップに星が書いてる意味がよくわかんないんだよな。あ、そう、ここにもあったよな。ここにもあった。私の記憶が確かなら。ああ。ああ。いや、ここにはない。違う。白の入り江に行く途中で見つけたんだもんな。いや、あった。ここだったわ。何してんだよ。お、はやぶさの剣来た。やった。え、でも待って、装備できる人いない。
カミューか。ちょっと一回ブーメラン卒業してもらうか、カミュー。カノエイコーも飽きたしな。あっち行った？え、魔法の鍵でも開かないのに、こんな質素な感じなのに。もうじゃあ二度と開かないじゃん。北の方、これっすか。あ、初めて見るやつ、プテラノドン。アイスコンドルでした。プテラノドン白か。プテランじゃあ、プテランはクロントリガーだ。じゃあ1人全体攻撃使うのやめてほしいな。あら、いいね。なんだっけ、作戦だ。主人公もバッチリ頑張ってください。さて、船着き場が2つあるが、建物がある方に行ってみよう。あ、クレイモラン城下町ってなんかさっきじいさんが言ってたな。あ、滅びてるわ、ダメだ。お、オーバーある、ある、いいね。あれ、人いるじゃん普通に。やっぱ滅びてんのか。魔獣の皮。何これ、馬読みのベルじゃないんだ。あ、そういうこと、凍ってて開かない的な。さあ、着いたぞ。ここが美しき雪の都、クレイモラン王国。この国にはブルーオーブがあったはずじゃ。うー、寒い寒い。雪の都とかどうでもいいから早く中に入りましょう。ベロニカなら溶かせるでしょう。ベロニカ変ね。これ氷じゃない。みんな見て、縄文が凍ってるわ。まあ本当ですわね。すごい時間差。何その時間差。やっぱりこの寒さで凍っちゃったんですかね。バカ言ってらみたいな感じで一回信じなかったのかな。まあ、いくら寒いからって縄文がこんな風に凍るわけないじゃない。町の人はどうやって生活してんのよ。確かに凍っておる。凍ってる下り長くない。以前訪れた時はこんなことはなかったんじゃが。どうすんのよ、おじいちゃん。オーブはクレイモランにあるんでしょ。これじゃ中に入れないじゃない。うん、どうやら正門からは入れんようじゃの。他に入り口がないか探してみるとしよう。あ、それで二手に分かれてたのね。A じゃないんだよ。絶対イオラで開くって。
サボってんな。東は何もなかった。嘘つけ。こんな郵便屋の言うことを真に受けて東側を探索しないなんてことはありえない。あ、天気教えてくれる推しだ。え？牛に多いって言われた。怖い。あれ？話しかけられ？目が可愛いんだよな。あの牛、後々なんかすごい絡んできたりしないかな。うわあ、ベビーパンサーの白いのがいる。かわいい。逃げた。弱いんだ。あれはグリズリーじゃないな。グリズリーって紫だったもんな。あいつは誰だ。広くない？めっちゃくちゃ広かった。これはさっさと西側に行った方がいいかもしれんな。どうせ後で来ることになるだろう、用事があって。これ何これ、ソリか。まあいいや、後にしよう。なんか無駄足感がすごいわ。とりあえずこいつにちょっかい出しとくか。聞くの？終わったな。アイスは属性的に無効だろう、どう見ても。スノーベビー、うわーいっぱいいる、かわいい。ここはブーメランだったな。うわーかわいい。こんなの攻撃しちゃダメだよ、人道的に。反する反する。うわ容赦ねー。やっぱさ、襲われてないのにこっちから迎え出てって殺すのおかしいよな。すごい違和感感じるんだよな。あの、可愛いやつは自分から殺しに行かないにしようかな。可愛くないやつだけ殺そうかな。うわもう残虐。馬で引いてもいいけど殺すのはやめよう。お、可愛くないやついた。倒そう。豪傑グマ、初めて聞いたな。踏ん張りどきゃ。助かったぜ。おお、強い。遠距離水面蹴りでこけるなよ。安っ。350いくつしかもらえないのか。安いな。進めないようだわ、めんどくさい。進めな、よし。お前を信じるぞ、郵便屋。あ、分かった分かった。あるんだろうけど行けないんだよ。知ってるだろ、知ってて言ってんのか、せこい野郎だぜ。あれ船で回ってくんじゃないのかな。どうせ氷の女王にカチカチにされてんだよ。お、ウサギ。お、魔法の鍵じゃないか。あれこれ入れちゃったことないことない。ああ、うおー、人ごと。すごいな、一瞬の出来事だったんだろうな。かっこいいな。
でしょ。どうなってるのよこれ。城も町も人も全部凍ってるじゃない。ほらお姉様、やっぱり私の言った通り寒いから凍っちゃったんですよ。嬉しいのかそれ。その場面でなって言えるやつすごいよな。いくら雪の都といえど寒さで町が全て凍るなどあるはずがない。ひとまず町の中を調べてみるとしよう。当たり前のことすごいことみたいに言うなよろう。ほんとすごぶりたがるよな。かわいそう。あれ恐れてる。なんだ、腰を抜かすような何かを目撃してんのかみんな。あ、上の方だな。この真上に何かが現れて、うわーって言ってるとこでもう凍っちゃったんだな。これ調べても意味ないな。とりあえず建物だね。あ、全部入れない感じか。うわー、かわいい兵士がカチカチだ。持って帰ろう。これは持って帰りたい。でも暖炉とかでゆっくり溶かしたらこれで死ぬよな。中途半端に溶けたのが一番死ぬよな。瞬間解凍しないといけないから。瞬間解凍ってどうやってやるんだろうな。これはさっきの外のところでセーブしなきゃいけなかった。あ、生存者発見。すみません気がつきませんでした。まさか旅の方が訪れるとは思わなかったので。あんなクラウンかぶってるやつ怪しすぎるだろう。どうして町が氷漬けになったのか知ってたら教えてくれない。私がやりましたっていうことだろう。あれは3ヶ月前の晴れた日のこと。何者かが突然町の上空に現れたのです。そう、あの姿はまさしく魔女。魔女？魔女ってほらよく昔話とか伝説になっているいわゆる魔女のことですか。そして、あ、無視された。そうなんですとかないんだ。激しい吹雪が巻き起こり、すぐに町全体を包み込みました。私は吹雪の中で気を失ってしまい、目が覚めたら町は凍りついていました。私だけが助かった理由は分かりません。怪しいな。町ごと凍らせるなんて、なんてひどい魔女なの。なんとか助けてあげたいけど、この氷は私の呪文でも溶かせないわ。まだ試してないのに。試す気がなかったもんな。その服にある紋章ずっと気になっておったのじゃが。かっこいいですねっていうこと。すみません、紹介が遅れましたね。私はクレイモランの女王シャール。何？お主が女王じゃと。ということは先代の王はもう知り合いだったんかな。一年ほど前に亡くなった父から王位を継いだ矢先に町がこんなことに。私もうどうすればいいのか。私たち大変な時に来たみたいね。オーブがどうとか言ってる場合じゃないわ。オーブ？あれじゃよ、クレイモラン王家に伝わる家宝のブルーオーブ。分け合ってわしらにはあのオーブが必要なんじゃ。あの青い宝玉のことですね。あれでしたらオーブって宝玉って多分つながってたけど、オーブって俺たち呼ばねえけどみたいな感じですげえ宝玉っていうまでは気づかないふりしたんだな。どっちみちどうにかして氷を溶かさないとオーブは手に入らないってわけね。もしかしたら魔女を倒せば氷が溶けるかも。
大体そうだよね。実は数日ほど前に来た外国の救援部隊に魔女退治をお願いしたのですが、苦戦しているのか全然音沙汰がなくて。その救援部隊があの砂漠のバカ王子だったらちょっと熱いな。凍った人々を放っておくわけにもいかないでしょ。ダメです。そんなひどいひどい、こんなにひどい目に遭ってる子を悲しませて、あんた本当に勇者なの。あ、めっちゃ怒られた。もっとさらっと、よく考えて答えて。もう一度だけですね。そういうことなら私たちも魔女退治に協力しましょう。あれ、リピートした。凍った人々を放っておくわけにもいかないでしょ。すごいな、質問をもう一回やり直してくれるんだ。いやです。そんなひどいあ、すいませんでした。申し訳ない。はいはい、ありがとうございます。皆さん、魔女は東のシケスビア雪原にあるミルレアンの森に潜んでいると聞きます。あ、もう知らない単語しか出てこないな。ですが、まあそりゃそうか。魔女だけでなく、魔女に飼いならされた魔獣もいるので気をつけてください。東ってのはさっきのところでいいのかな。魔獣か。覚えておこう。では皆の者、早速ミルレアンの森に向かうとしよう。あ、ダメだ。もうダメだ。こいつが悪いわ。ああ、もう確定したな、今ので。もう最初から怪しいと思ってたもん。なんか普通にしてるもん、普通にしてるのがおかしいもん、こいつ。ああ、壊れた。すまねえ。あれを楽しく作った人のことを考えたら、ちょっと悲しい気持ちになってしまった。人が楽しい気持ちで何かやったものをぶち壊すっていうのはすごく罪悪感があるよな。子供がお母さんのために人形を作りましたみたいな、それを人形を受け取った瞬間にぶち壊すみたいな、そういう悲しさがある。ちょっと今の例えよく分かんなかったな。とりあえず回復しよう。大体ね、王位継承っていうところはもう怪しいんだよ。もうね、それに、そこから絶対絡んでるからね。そうじゃなかったら、たまたま王位継承したすぐ後になんとかっていう話にならないから。王位継承前からなんかそういう契約を結んでたんだな、魔女と。いやー、それにしてもこう、魔女とか言って、貶めた言い方をするんだな、自分のパートナーのくせに。あ、なんかコントローラーがいかれた。ミルレアンの森だよね。あ、違くない？あ、シケスビア雪原の向こうとか言ってたか。なんで二手に分かれてるんだろう。あ、ちょっと北の方から行くか。ミルレアンは左なんだ。でもそれよりもこの袋工事の場所が気になる。お、ディアーがいる。ディアー、かわいい。なんだ、また女学園のために活動してしまった。女学園のためには何も活動したくないのに。素材か。お、プラチナじゃん。テラリアだったらテンション上がるな。万年雪はもう雪じゃなくないか。万年雪の状態を保ってんだったらもう溶けないだろ、それ。それは石だよ。
あ、三城はもう石と雪の区別がつかなくなってしまったのか。残念だな。石を見て、あ、雪だって言ってるの考えたらめっちゃ怖いな、この人。なんでこんなところにベッドあんだ。ミルレアンの森は北なんだ。あ、なんか複雑な地形してんな。なんかあの建物めっちゃ気になるな。あそこに女王いるとしか思えなくないか。女王じゃねえ、魔女。ちょっと行きたいな。まあいいか、森行くか。森、シンプルに。こんなところに宿があるのはなんでなんだ。人はいないだろうな。いる、いるの怖っ。とりあえず無料宿屋は確保したけど、でもセーブポイントの方かな。セーブポイントがないとな。まあいっか、死にゃあしねえだろ。あ、降りた。降りたってことはここで馬乗れないってこと。あれ、普通に人いるじゃん。おー、あ、デルカダールから派遣されたのね。まあ役立たねえだろうな、デルカダールじゃ。お、リリパッドの色違いの人。お、向かってくるってことはそれなりに強いな。でもスライムブレスと一緒だからな。あなた誰ですか。アローインプ。あ、強え。カミューのお箱奪われたような攻撃されたな、今。かっけえな。全員を一発で仕留めたらかっこいいな。あ、マホトラいいね。あ、ロー使わないんだけどね。残念。これ2回攻撃強いのかな、よく分かんなくなってきたぞ。いつも一発でどんぐらい出したっけ。まあでも結局ブーメランだったからよかったか。うわ、強え。もう今来たやつがそれで死ぬんだったら最初からそれで終わってたってことか。それまでの消費した MP はすでに無駄だったってことだな、全てが。あ、向かってくる明治モモンジャ。それ本気でやってんの、マジで。マルティナのあの行動を本気でやってるとしたら俺はちょっと怖いよ。さあ行きましょう。まあいい、向かってくるなら倒す。やばい。あー、お、かっこいい。やっぱ無知はいいよね。お、なんだ、また俺とか。いいね、かっこいい。122出たよ。俺たちの勝ちだ。お前何もしてないけどな。俺たちの勝ちだ。あんま何もしてないやつがあんま言うなよ。俺たちの勝ちだ。普通に兵士生き残ってるな。寒くてやる気なくなってるじゃん。魔女と鉢合わせ。こんなとこ魔女いねえだろ。
このタホドラキーは向かってくん、あい、あ、ドラキーマでした。黄色だったのか。な、寝た。あ、てかボス戦以降ベロニカを入れてしまってたな。入れ替えるか。セーニャ、セーニャ、まあこの脳筋パーティーでいいんじゃないの。この曲地味にいいよね。かっこいいよな。ずっと聴いてたよ。でも要するにダンジョン BGM ってことなんだろうな。参りましょう。やばい。おー、はーい。かっこつける人寝たわ。それで起きてから俺たちの勝ちだわ。やめろよな、マジで。セーニャ頼りになるわ。あ、かっこいい。しかも死にモーションとぴったりだったな。あ、マルティナのセリフ、それは合ってるわ。あそこで神がしゃしゃったらさすがにちょっともうメンバーから外さなくちゃいけなくなってたからな。急なんですが、女学園装備開きました。 2D です。バニーガールだと。なに、ずるいぞ。あれ、なしにしましたよ俺。ダメなのか、メダ状を装備してると勝手になってしまうのか。残念だな。ベロニカ、お前はずっとその服でいてくれ。滑る。お、まともそうな兵士がたまにはいるじゃないか。お、はいはいはい。隊長、もしかして、え、ちょっと待ってよ、隊長ってあいつじゃねえだろうな。いやいやいや、名前、ちょっと名前が出てこないんだけど。すげえな、こいつ。あの進撃に出てくる調査兵団のあの中央憲兵になろうとしてる感じのやつに似てるな。あ、中央憲兵だわ。コメント、見た目だけ変えられるの。そう、見た目だけ変えられるんだよ。装備さえ持ってれば見た目だけ変えられるんだけど、もうそれ、そう、装備してしまったら残念ながらそれになってしまうらしい。ミス。そんなにカッコつけてミスできる。助かったぜ。あ、ちょっと過剰過保護だな、セーニャ。ちょっとセーニャ過保護で困っちゃうな。モンスターにも過保護だから弱いんだろうな、攻撃が。俺たちの勝ちだ。あ、出た。あんま何もしてない神が俺たちの勝ちだっていうのはちょっとマジ厳しいものがあるな。やっぱマルティナはデフォルトの服はかっこいいな。なんか神の一挙手一投足が全部面白く感じてきたぞ。ナイス。ほら、死なないでしょ。セーニは別にいいよ。お、やっとやったか。こんなものかしら。あ、取られた。せっかくラストキルを取ったのに、マルティナに、なんか、まあ普通だよねみたいな感じで言われてしまった。この袋小路は？あ、宝箱があるね。種系なんかもったいなくて使えないんだな、俺。まあ主人公に全振りするのが、やっぱいいだろうけどね。こっちから繋がってるから、こっちから行こう。
そう、ハヤブサの剣ね、さっき拾った。いいね、神がやっとワンターンキル決めたぞ。これ地味に三四郎ね、通常攻撃しないんだよね。三四郎地味にバカにされんの嫌でずっと渾身切りしてるからさ、通常の性能が実は低い可能性がある。ちょ、マジ過保護だな。そんなにいいよ。あ、やべ、ダメだ、この人舐められたくないっていう気持ちが強すぎる。三四郎さん寝ちゃうんだよね、普通の人だから。手が光るだけで普通の人なんだよこの人実は。おととい来やがる。いやー、このパーティー普通の人ばっかりだな。特殊性を感じないよね。才能溢れてるところをあんま感じないよね。お、なんだこれ、いけんのかいけないのか。いけるんだ。おらい、君たちにちょっと似てるな。でも悪魔系とスライム系なんだよな。トレイの裏側そうなってたのか。いつまで寝てやがれ。お、カミューやる。今のいつまで寝てやがるはかなりその通りだったな。本当のこと言ったな。うん、今回も舐められずに済んだ。それは正しい回復だと思う。いつものセーニアは過保護だと思う。過保護なのよね。でも自己犠牲のタイプでもなく自分にも甘いからな。大丈夫ですか？助かったぜ。スライムブレスってあんまり氷系のイメージなかったけど、氷系なのか。別にスライムで色が青いって普通のことだからさ、なんか青いことにあんまりイメージがなかったな。プラチナの盾、プラチナ、プラチナトレイはいいんだよ。トレイをなんかそんな、あ、そうか、デルカダルから追われてるんだった。この人たち仕事したことないな。余計なことをするし、余計なことするし、なんか、なんだろう、やんなきゃいけないことはできないっていう、ひどいな。時給500円じゃないと納得できないな。あれ、オークが2種類いるじゃないか。あいつなんだっけ、オークスだよね。ドラクエ5で仲間になったらオークスになるやつだよね。この色違うの2体並ぶの結構かっこいいね。こういうの好きなんだよな。オークキング、あれキングだっけ。やべ、三四郎渾身、舐められたくなくて渾身切りしかしないから MP が7しかないじゃない。61、なんか来る。あ、しない。ああ、まあ、結構出てるな、確かに。そうだった、こいつザオラルとか使えるんだ。だからドラクエ5では重宝したんだな。こんなものかしら。でもか、オークキングだっけっていう感じはちょっとするけどね。やばい、ちょっと、そろそろ。なあ。あ、びっくりした。カーンってやったら神が喋り始めるのかと思った。あ、こいつら二人セットなんだ。
くっついて歩くシステムなんだ。あれ、いなくなったよ一人。くっついて歩いてたのに。進化したのか。うわー、サミダレ好き、かっこいい。お、いいね。お、いい、懐かしい。残酷。今こそセーニャの、おお、セーニャの仕事タイムを奪ったな。嬉しいわ。スキル全く振ってないな、マジで。あ、あのとこに教会ある、教会？神父がいるのか。違う、女神像か。女神像か。あ、回復した。ちょっともうね、今日はもちろん寝ないといけないので。これ以上話は進められないんだが、せっかくちょっとだけ時間使ってもまあいいので、スキルを振るか。通常攻撃じゃ神が一番軽く出るのか。多分ね、そうなんだよね。お、いいね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 。ちょ、回復に振りたい、回復に。スティックスキル。ん？左手の武器を装備して、いやいやいや、別にいらないけどな。あれ、こんな感じしか触れないんだっけ。しかも なんだかんだ結構埋まってきてるという、まあ、どうせスティックしか使わないからスティックはまあ満帆にしとこう。盾ごとな、盾ごと手に入ってないからな。三四郎は勇者をあげるか。ずっと振ってなかった割には全然溜まってないな。あ、両手剣パンパンなのか。両手剣パンパン結構すごいな。あ、で、あれあれ、もうない。うわあ、しょぼい。真剣ってなんだ。真剣は武器スキルじゃないよな。だからつまり、なんていうの、入れても損じゃないってことね。カミューもやっとくか。あ、ブーメランパンパンだ。神業は？神業もせっかくだから入れておいてあげるか。盗む。三河市立、これ、あれ、ポイント足りねえ。案外溜まってないな、ポイントって。耐性は確かに欲しいよね。無知スキル。あー、これいいな。うわ、来た、総流打ち。総流打ちってドラクエ8で最強だったやつだな。真剣じゃなくて剣心でしたか。日村殿でしたか。ただの日村殿でした。ござるでござるよ。この人ね、何に振っていいかいまいちなんですよ。まあでもこういうことになるよな。うわ、ダメだ。メタルギリしかいない。だったらミラクルソードがいいな。おろおろでござる。なんで今マルチナなんか黄色かったよな。19はなんでだろう。格闘、あと9しかない。
お色気。あ、俺自分でヒップアタックとパフパフ習得させてたのか。全然そんなつもりなかったわ。常時攻撃力、こういうのやっぱ入れておきたい。読み送り、かっこいい。これ爪スキルってのは爪、あ、爪装備時のって書いてあったな。まあじゃあこういうことになるよね。あ、間違えた。よかった、チェック入ったままで。ロー使ってなさすぎた。微妙だな。俺今何装備したっけ。爪装備した気がすんな。この人よくわかんないな、結局何なのか。柵、烈光剣。まあマシン系の敵にか。あんまいねえだろ。 MP 吸収率は何？ MP 吸収できるの？それ強いな。まあこうじゃないか。神はもういけないんだよな。うん、ポイントが足りない。うん、何もできない。まあじゃあこんなもんか。じゃあもう一回セーブして終わりますか。ローは爪のイメージある。そうだよね。じゃあまあでもね、あれなんだよね、ロード画面で歩いてるところの絵は杖なんだよね。まあ歩いてるからかな。はい、じゃあ終わります。ありがとうございました。何回取ってもセーニャが手が顔にかぶってる。オッケーオッケーオッケー。